どうも、こんばんは、井上です。今回は、東京グールリ、インボーク、恥じらう少女、笛口ひなみが、派遣会社に登場しました。早速ですね、キャラの詳細の方、見ていきましょう。あ、これは、想像以上に最高だ。これは引くしかねえ。ということで、派遣なのがちょっと残念。これサポート、フェス限かスペシャルで来てほしかったなっていうのが正直な感想なんですが、3突、した時ですね。あ、3突じゃねえわ、それは武器か。5突した時のが、時短かな、時短15分に、ポイントアップ 1.5、 時短に、最後は急速成功率 10% アップか。まあ時短、ここも正直 SSR で良かったんじゃないかな。ポイントアップが SSR の 1.8 倍だったらかなり美味しかったんですが、まあまあ必要なものは揃ってるが、ちょっとランクを上げて欲しかったな。ここも SR で良くないか、時短なんで、こうレアなんだろう。で逃走ステータスの方がクリティカル HP 移動レート防御 HP 3000アップですね。これは SSR なんだね。まあ欲しいな、イラスト。まあこいつ見てもらったらわかるんですけど、提供割合よね。いつもね、2ステップか3ステップまで、まあ回せば確定でピックアップの派遣は1体手に入ってたんですけど、今回10連を3回回してもピックアップのこのひなみちゃんは 50% の確率と、まあ俺、今まで俺の動画を見てくれてる人ならわかると思うんだけど、一発で当たることないんですよ、この確定まで回して、ね。ハイルにしろ、ムカデにしろ、オールにしろ、もう3、4周はしないと出ないということでですね、回すのが非常に怖いんですが、石は488個、はい、無課金生活やめました。まあ期間にして2、3週間ってとこですかね。まあなかなか貴重な体験をさせていただきました。はい、ということで、今回一応確定枠まで回して、まあ、一周はしようかなと思います。で、最終ステップ当たらなかった時は、まあ、またその時考えますね。まあ、僕の中では当たる予定なんで、はい。では、行きましょう。頼む、じゃんけん勝たせてくれ。派遣キャラは、引くだけ引いて、俺、ボックスの整理というか、もう、重ねたりしなきゃいけないんだけどね、なんか、非占領期間って忘れちゃうんだよ。占領期間になって、あ、やべえ、やるの忘れてたわ。今週さっさと強化したいところがあるが、あ、もしかしたらこれボックスがいっぱいになる可能性はなきにしもあらず。まあこの状態の、おい、いくら30個といえどね、ステップ3まで回せば90個消費するわけですから、まあ確率アップきついですよね。ここで1体 SSR 確定かつひなみが 50% になってくるという、頼むぜマジで。俺のターン、ドロー、来てくれ。グールだったら、グールだったら、まあ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 ありで、グールだったら可能性はでかいよ。まずそっからだよ。もう一周いきますか。まあ途中で出てくれればね、いいんですよ。このここも4、もう4回目で出てくれればいいんですよ、別にね。はい、おい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 。俺このひなみをさ、サポランに置きてえわけだ。俺はなんで3ステップまで、3ステップにしか出ねえんだ SSR が。ふざけんじゃないよと。おい、180個もここで消費するなら俺、プレミアムの高槻1000を引きに行きたいんだが。さあ、まずグールだぞ。おい、石を何個使わせる気だ、ひなみ。お前、ひ
きなみ、お前グルカルのお前終わる終了前に一気に2体ぐらい来た。来たー。これはグールのよ、これはひなみの予感がするぞ。プンプンするぞ。これはプンプンプンだぞ。外したらもうプンプンプンだぞ。イエスイエス。これあれだね、この絶対領域だね、この膝上のスカートのこのラ、このゾーン。というわけで、まあ1周目はね、まあ、見事外してしまったんですが、まあ、2回目で、2周目で当てたというか、まあ、確率通りではあったな、あったかなと思います。確率論ではね、皆様このひなみぜひとも引いていただいてね、まあおしこり申し上げてくれたらなと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。